大村藩。大村藩は、非存国家歴年地方を領した藩。藩長は、久島城、現在の長崎県大村市。藩主家である大村家の経歴は明確ではないが、平安時代、または鎌倉時代よりこの地の領主であった。第十二大当主とされる、日本初のキリシタン大名、大村住忠は、天正十五年、1587年の豊臣。 秀吉の九州平定に、長子の木前を従軍させ、戦後の九州国分では領地を安堵された。木前は、関ヶ原の戦いでは東軍に属し、江戸幕府開府後も本領を安堵され、初代藩主とな。その後も天保もなく、古来よりの領地のまま、明治維新を迎えた、極めて稀な藩である。そのためもあり、江戸時代に入っても、家臣の整理が行われず、 国高に対する家臣の数が多かった。家臣の城下集中もされておらず、幕末においても、約に、三は、大村ではなく、各豪村に居住していた。住田田は A64 年、1561年に、横瀬浦、長崎県再開し、続いて、元気元年、1570年に、長崎をポルトガル人に提供し、以降長崎は、 南蛮貿易の中心地として発展する。天正8年1580年には長崎港周辺をイエズス会に境界領として寄進した。しかし、豊臣政権、江戸幕府と長崎は中央政権直轄領となり貿易利潤を創出することとなった。慶長4年 1599年の県地では、藩の国高は2万1427国4都であったが、藩主直轄量は、わずか4454国しかなく、逆に、大村諸屋一門十五屋の領地合計は8000、余席に上っていた。第二代藩主、大村淳来は、慶長12年、1607年、財源確保と藩主権力強化のため、 ご一門払いと呼ばれる一門の領地没収を強制的に実行した。これにより、反国高の36%にあたる6,684国が就航されている。この後に行われた、慶長17年、1612年の検知では、27,973国8と7章7号と、6,500国近く多く打ち出されている。この検知に基づき、 漢文四年1664年には、将軍徳川家綱より、治療地の表高を27,900石余りとする、主因状を受けている。順来は、元下五年1619年に28歳で、急死し、後継ぎを届けていなかったため、半村防の危機に陥った。かつて順来は、国元でこう設けていたが、 理由は定かではないがその子を打胎させるよう命じてた。しかし、家老の大村淳勝は密かに出産させ、淳来を説得してその子、松千代を除名させた。大村家は淳来が松千代を末期用紙に迎えたように装い、近隣大名や幕閣を説得にかかった。この時、淳勝は老中から将軍の直進に取り立てても良いと言われたがこれを断り、あくまで 大村家孫族を訴えた。元那6年、1620年5月に、松千代の家督相族は認められた、純真。この功により、純勝とその子孫に、主家の家門仕様と大年寄りの地位を代々与えられた。官営8年、1631年の県地では42,730国を打ち出し、藩主直轄領も23,322国に達している。 しかし、長崎御用役もあったほか、江戸での出費により、犯罪性は苦しく、親類大名からの借金や、家臣からの上埋を行っている。純真も病弱であり、性質の父であり勘定奉行を務めるなど、幕府の養殖にあった、海と組藩主、伊丹勝長の四段剣吉を養子に迎えよう、交渉を行っていた。家臣団の中には、 一族の大村虎之助を迎える意見もあり、純真の死の時点でも、養子疲労は、済んでいなかった。剣吉は純真の末期養子として迎えられ、伊丹勝長の本走もあって後目相続が認められた。これが第四大藩主、順調である。明暦三年、1657年、城下北部の群村三村より、多数の隠れ切りタンが発覚し逮捕されるに至った。 軍崩れと呼ばれる、この事件は、キリスト教金教令より45年を経過した後のことであり、藩の存亡を揺るがす重大事件となった。しかし、藩主のジップ、伊丹勝長を通じ、幕府に対し即座に事件の実情報告を行い、強順したため、都がを受けなかった。これ以後、キリシタンへの徹底した予防と探索を行い、領民に対し仏教、 神道への信仰を強化した。また、犯行、衆議官を開講したが、九州地方では、最も早く、全国でも七番目の犯行創立であった。また、伊丹勝長の縁により、不代大名に近い扱いを受けるようになった。元禄八年、1695年の県地では、五万三十七国九と一生一尺となり、新田開発は限界に近づきつつあった。 藩内の豪商として重要なのが捕鯨業者の深沢家であり、たびたび大村藩は借金を重ね、深沢家に藩主待遇を与え、一時は藩主の意向をも上回る権勢を見捨てた。七大藩主巡洋は家信事業を倉前事業とし、膨大な借金の整理を行った。深沢家は衰退し、かえって藩の庇護を受ける立場となった。八大順富は、 父の意向を継ぎ、反省改革を推し進めた。水田工作に向かない地形の多い大村藩は、薩摩藩と並んで18世紀前半に、サツマイモを日常食材として導入した。そのため、強法の大基金での被害も、比較的軽微で済んでいる。サツマイモの主食家によって、大村藩は、名目の石高以上に、食料事情が良く、強法6年。 1721年の大村藩の人口は6万5千人ほどだったが、安政3年、1856年の人口は11万7300人と1.8倍に増加している。幕末期の建地では5万9千6 0 60国7と6章5号3尺4歳であった。最後の藩主である第12代藩主、純博氏が藩主に就いた時代は幕末であり、反論は砂漠と 渡辺昇らを中心とする尊王に大きく分かれた。文久2年、1862年、淳博氏が長崎総武行となると砂漠派が台頭し、尊王派はこれに対し、改革派同盟、大村三十七氏を結成した。源氏元年、1864年、淳博氏の長崎総武行辞任により逆に尊王派が台頭した。慶応3年、1867年、 改革波動名の名手である松林井山が暗殺され、張尾急、左衛門のも重傷を負った。逆にこの工事騒動と呼ばれた闘争を契機に反論が一気に尊能倒幕へと統一され、在京家臣団を含む倒幕軍が結成された。以後、薩摩藩、長州藩などと共に倒幕の中枢藩の一つとして活躍した。特に、蕎麦、富見の戦いの直前、 大見国大津を固めるために、大村藩が50名と、少数ながら、真っ先に、大津に兵を派遣したことが、不川の援軍の京都侵攻を阻むことになった。大村淳博氏は、維新後の商店録として3万国を受給したが、これは、薩摩藩、長州藩の10万国、土佐藩の4万国に次ぐものであり、佐賀藩の2万国を上回っている。明治4年、 1871年、廃藩地県により、大村県となった。後、長崎県に編入された。大村家は、明治17年、1884年には、死者となり、家族に列した。その後、倒幕の功が認められ、明治24年、1891年には、白尺へと、昇釈する戸様。 柳缶詰版不代表高27,900石まり。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。